リンチバーグ駅はアメリカ合衆国バージニア州リンチバーグケンパーストリート825にある駅。全米各地を結ぶ旅客鉄道のアムトラックが乗り入れている。リンチバーグ駅はリンチバーグのダウンタウンの南端にありサザン鉄道の駅として1912年に営業を開始した。長年にわたり建物は無視され荒廃したが駅舎を保存しようとする。 リンチバーグ市議会の決意は再開発の努力につながった。2000年には屋根、ユーティリティ、ボイラーシステム、歴史博物館の表示と新しいビジターセンターなどの大規模な修復工事が始まった。2002年4月26日にはリンチバーグ市はアムトラックの駅に加えてグレーハウンドとグレーターリンチバーグトランジットのバスターミナルになった。 当駅の修復工事の完成を祝った。2万ドルと関連の仕事に別の75万ドルから100万ドルを必要とした。財源は連邦政府の総合陸上輸送効率化法、補助金とバージニア州鉄道、公共交通機関省の補助金が含まれていた。アムトラックの停車する列車は下記の通り、当駅から乗車できるバスは以下の通り。ありがとうございます。